今朝は低気圧が北海道付近に進んだことで、全道的に冷たい雨が降り続いています。低気圧が通過する影響で、全道的に朝から雨となっていて、日差しがないことから気温が上がらず、午前7時の札幌は 10.3 度と、昨日より4度ほど寒い朝になりました。マフラーもされてます。あ、はい、ちょっと寒いので。朝6時台で深川から通ってるんで、でちょっとさらにちょっと今より寒いんで、ちょっとこんな寒い格好してます。札幌市西区のカー用品店では、冬タイヤに交換に来店した人の姿も。週末の予約はすでに8割ほど埋まっているということです。いつでも出かけられるように準備、早めに準備をしてますね。週末は11月下旬並みの寒気が流れ込む影響で、峠では積雪の恐れがあり、札幌市内でも雪が降る可能性があります。